はい、どうも皆さん、こんにちは。ピオチキチャンネル、ウェブ主のピオタです。さあ、今回もやっていきましょう。その発想はなかった。対義語。前回、謎にね、思考力が落ちていることもありまして、ワンコイン、こちらにね、苦戦しました。別の言葉が見えるとね、別の言葉って気がしてくるんですよ。関係がない。よくよく考えれば関係がないにしても、やっぱこれなんじゃないかっていうね、そういう考えに至っちゃうんですよね。途中でちょっとスタートとかにそれましたけど、冷静になって考えるのがやっぱ一番ですよね。では、始めていきましょうか。今回も、エイプリルフールの企画動画となっております。そちらの、7時46分の部ですね。だよね。もういいや、後で確認しよう。とりあえず、今回は30問目ですか。あと20問残ってんの。とりあえず行きましょう。虎の胃を狩る狐。もう絵のまんまですね。虎をね、いいように言いくるめて、で、自分の権力ではないんですけど、権力のある、強い者のね、後ろ盾を得て、威張り腐るというね、そういうことですね。どちらかというと。知恵が働くといった方がいいんですかね、一応。虎の胃を狩る狐。で、虎の胃を狩る狐。で、狐の反対がライオンになってんの？虎はなんだよ。タヌキはできないか。豚ができるよ。でも、虎の反対は豚か？で、胃を狩る。借りる。貸す。なんだろう。ネット。なんだろう。なんだろう、ネットたたるライオン。なんだよ、ほんとに。虎の胃を狩るキツネ。虎の胃を狩るキツネ。キツネの反対がライオンになってるとしたら、虎の胃を狩るキツネ。これがね、意味を反対にしてるのか、それともね、言葉自体の語句の反対を出してるのかっていうパターンが2パターンあるんでね、そこが考えるポイントにもなるんですけど、今回どっちだよ。これで虎の代わりにライオン出してんだったら詰むぞ。なんだよ。なんだろう。ヌタウナギみたいな。でもネット、ネット、ネットサイト、サイトがないのか。なんだろうな。豚、ネット。なんだよ、本当に。今回これだけで終わってしまうぞ、マジで。答え見よう。違う、適当に打つしかないのか。ネット舞台。もう、ネット舞台。いい感じに言葉になってたな。答え見よう。アンケート答えてやるよ。冷やし中華は醤油だれ派、ごまだれ派、醤油だれ派です。箸は家族それぞれで決まってます。おっと、危ねえ。で、お前、同じのじゃねえかよ。納豆は好きですよ。で、開始から10分経った映画。見る？見ない？ものによります。アニメうんぬんだったら見ます。そのね、やつが、もう本当に洋画とかだったら、冒頭見逃すともう見れないですね。はい、答えは何ですか？もうこれだけで今回おしまいですよ。もう、猫かぶったライオン？猫かぶったライオン？ちくしょう。もうわかるわけないじゃん。意味を反対にしてきましたね、これ多分。虎の胃を狩る
ていう。だって虎の反対猫じゃねえもん。うん、だって一緒だもん。虎って猫科でしょ確か。ちくしょうやられた。もうあんなに迷った挙句こういうのかよ。ということでね、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。一問しか解けずに申し訳ないです。では、じゃあね。